はい、お世話になります。トライジャーのボスです。応援ありがとうございます。今日はこれ、新型無料経営の方の、まあ、新型よりもね、なんかですか、FLSL クソンテールスリムの 107,754cc でしたっけ。ちょっとそれ数字ごめんなさい、間違えたに、このコブラの、これなかなか入ってこないマフラーですね。コブラのマフラーを入ってきたので、ちょっと音を聞いていただこうかなと思ってます。個人的にこのコブラっていうのはあのメッキがすごくいいんですよ。多分これ光が綺麗に当たってるんですけど、純正のこのメッキの質とこのままずっと来た時のこのメッキの質感がすごくよく似てるで、あのこういった細かいところのこのメッキの部分がすごくいいのと、あとこの後ろのエンドのねところも、こう逆光面がちゃんと映ってるのかな。このこういったネジであったりこういったところの作りがすごくいいので、おすすめしているマフラーの一つですね。で、まあまあまあこの車種本当にこの FLSL かソフトウェブスリムって珍しくて、販売台数もすごく少ないんじゃないかな。で、音をちょっとかけてみますので聞いてみてください。で、まあね、今回からね、マイクをつけてみたんですよね。で、マフラーなんでマイクを一回外します。ちょっと変わったら許してください。いい音だと、いい音ですね、これは。